市原悦子は日本の女優。千葉県千葉市出身。身長160センチメートル。夫は舞台演出家の塩見明。千葉県千葉市に銀行員の父と元教員の母の長女として生まれる。9歳で疎開先の千葉県に四街道市で敗戦を迎えた。中学校2年生で千葉市末広中学校へ転校。ここで演劇クラブに入り、 教師の岩上宏から演劇の楽しさを教わる。千葉県立千葉第一高等学校に進学する。演劇部で活動し、伊藤亭介作の村一番の大ケ焼きで県大会に出場して個人に演技賞を受賞した。高校卒業後、早稲田大学第二文学部入学、富士銀行に就職が決まっていたが演劇への思いが立ち難く。 劇団俳優座養成所に6期生として入所する。同期には、近藤陽介、宮部明夫、川口厚子、大山信代、阿部由里子、阿部六郎、佐伯赤なり、山本清志らがいた。1957年に劇団俳優座に入団し、利口なお嫁さんでデビューする。同年に、雑誌、新劇の新人推賞を受賞し、1959年に千鳥で、 芸術祭奨励賞を受ける。さらに1963年には、新劇演劇賞、1964年に、ゴールデンアロー賞新人賞に輝き、新劇女優として高い評価を受ける。私生活では、俳優座養成所の同期の演出家、塩見明と1961年に結婚。二度の流産で子供には恵まれなかったが、おしどり夫婦として知られた。 1971年10月に夫の塩見と共に俳優座を退団し、1972年にバンシュプロを設立する。1975年に始まったテレビアニメ漫画日本昔話ではすべての登場人物の声を常田藤夫と二人のみで長年演じ続けて親しまれた。放映終了後から復活を望む声が多く、 2005年にはゴールデンタイムで再放送された。1975年には昼ドラアイの劇場赤い撮影で強姦された強盗と恋に落ちる主人公の主婦を演じ17.5%という当時の放送時間帯としては高視聴率の作品となった。1983年からはテレビドラマ家政婦は見たに主演し四半世紀以上にわたって 演じ続ける当たり役となる。シリーズは好評で高視聴率を獲得し、土曜ワイド劇場を代表する作品となった。1990年、映画、黒い雨の演技により、第13回日本アカデミー賞の最優秀女演女優賞を受賞。2時間ドラマの主演を多くこなした。2011年、福島第一原子力発電所事故に関連して、 原発ゼロを目指す7点に緊急行動呼びかけ人を務めた。2012年 S 状結晶腫瘍手術のため翌2013年1月に公開予定だった映画東京家族をクランクイン前に降板した。代役は吉行家族子が務めた。2014年4月には53年間連れ添った夫の塩見明と死別した。2017年1月13日 自己免疫性脊髄炎の過量のため休業を発表。6月27日に、翌年の NHK 大河ドラマ、西郷丼のナレーションでの復帰が発表されたが、11月22日、体調が優れないことを考慮して降板し、西田敏行に変更された。その後、2018年3月21日放送の、おやすみ日本ネ、ね、いいね。で1年5ヶ月ぶりに仕事復帰。 2018年12月下旬に、盲腸のため入院。手術は行わず投薬治療開始。一時副調し正月を自宅で過ごすが、再び体調を崩し1月5日から、再び入院。1週間後の12日13時31分、心不全のため、東京都の病院で死去。82歳だった。13日未明に放送された、お休み日本眠い,いね。では、 のののたため都内の病院院に入院してていいることが発表されれ原の不は伏せられていた中村敦夫が俳優座で12期生として劇団員になった頃、6期生の彼女はすでに看板スターであった。当時の芸能界では舞台で大役を担う役者は映画やテレビのスターよりも格上とされており、彼女はすでに役者の頂点にいた。しかし俳優座における レパートリー闘争において、集団対談した役者の一人であり、魅力的な演劇のためなら、ポジションも投げ捨てる、肝っ玉女優である、と評している。40年間市原のマネージャーを務めた、熊野勝弘によれば、市原は、欲のない人で、作品を置きに入れば演じるし、気に入らない仕事は、引き受けなかった。ホームドラマは嫌いで受験者のが好きだった。一方映像でできるものは、 舞台ではやらないと決めていた。松竹の社長から舞台版、家政婦は見た。のオファーがあったが断ったという。2003年4月頃からメガネを着用している。好きな男性のタイプについて、危険な男性、演じてみたい役について、犯罪者と語っている。家政婦は見た。の主演を務めたが、家政婦を雇ったことはないという。演出家のアサリケータは、舞台、 アンドロマック、アンチゴーヌに、市原を起用し、戦後進撃の生んだ、最高の女優と称賛した。俳優座の先輩にあたる中台達也は、市原の不法を受けて、彼女の声の素晴らしさは、日本の演劇界の宝でした。ただ綺麗というだけではなく、声の質を持って、物を言うという才能。1500席の劇場で、マイクなしで、己の声を通していく力を、 彼女は先天的に持っていた。本当に素晴らしい方だったとコメントした。NHK 日本テレビ系 TBS 系富士テレビ系、テレビ朝日系テレビ東京系。ありがとうございます。